特殊攻ヤーニマー、そのまま来ました。ほぼジャンプせずにシュートを決めました。デネル・ヤーニマーです。気が入ってきます。カニ大輝からデネル・ヤーニマー、そのまま打っていった。ヤーニマーです。大道特殊攻2点目、この2点ともにデネル・ヤーニマーの得点です。今のヤーニマー得点上げて詰めていきたいところですね。まもなく前半の22分、ヤーニマー枝に当たって入りました。ヤーニマーのアタックが、でそれをせずに、何もせずにヤーニマーに返しても、まあすごいし、でもすごいシュート飛んできました、はい、もう手首だけでこうしゃくり上げていくような、そんなシュートでした。統一しないといけないですね。はい、まもなく後半25分、これはもらってから取って早かったヤーニマーです。今日もたくさん残り時間、試合3分、延長はありません。シュート、ヤーニマー。ヤーニマーはもう昨シーズンも途中から入団